発する水害、あなたの町の避難所はすぐ逃げ込める体制になっていますか？飛鳥部市の豊野地区は川に囲まれていて、水害の時は学校の校舎などに逃げ込む必要があるんだけど、状況によっては校舎の鍵が到着しない可能性があるんだ。川に囲まれているから？そう、鍵の管理者が川向こうに住んでいることって結構あるんだよね。じゃあ近くの人が持てばいいんじゃないの？それはそう簡単にいかないんじゃないかな。はい、学校には保管しなければいけない大切な書類や個人情報に該当するもの、他にも教室には子どもたちのものがあります。セキュリティの問題があるのね。ただ災害が起きた時には住民の避難場所になっているわけですから、なるべくこう早く鍵を開けていただいて入りたいと思うんですけどね。どうすれば学校のセキュリティを保ちつつ住民が鍵を保管できるか検討を重ねる中、住民がこんなアイデアを思いつきます。鍵を持っている人は一般に公開しないで秘密にして鍵を持って開けてもらうと。年中お家にいる人でお任せできる人、そういう人を自治会場にお願いをして選んでいただいた。役員が鍵を持つんじゃないんだ。そう、信頼できる住民に密かに持ってもらう方法なんだよ。そっか、これだけ候補がいれば誰が持っているかわからないわね。しかも住民の方には避難所として使っていい教室の鍵だけを選んで預けているんです。そうか、どこにでも入れるわけじゃないんだ。はい、学校にとってはセキュリティ上の不安がなくなりますし、住民にとっても身近な学校に避難できる仕組みができました。自治会の安全、そして学校の子どもたちの安全って、両立できるっていう部分では非常に良かったことだと思います。住民の命を守るためにみんなで工夫をした成果だね。災害が起こる地域では校舎の鍵をどう開けるのか災害になる前に確認しておこう。命を守る工夫は仕組みから。不便なことを減らせば町の防災力もアップするね。ちょっとしたアイデアで問題が解決することもある。できない理由よりやる方法を考えてみよう。